Yes, I'm
こんにちは。本日6月7日はむち打ちの日です、まあ、むち打ちというとね、交通事故など考えられますけれど、イエス・キリストという方は十字架に貼り付けになる前にむち打たれたんですね。私たちを救うために、病気や痛みや悲しみを癒すためにキリストはむち打たれ、そして十字架で打たれてください。その打たれた傷により癒された。本日皆様のハートの中に悲しみや痛み、辛い状況がもしあったとしたら、そんなあなたの人生に鞭打たれたお方、ジーザス、このお方を紹介したいと思います。静岡の皆さん、こんにちは。イエス・キリストあなたを愛しています。本日東京から参りましたゴスペルシンガーの方なんです。皆様に歌とともに漫画聖書をお配りしております。世界のベストセラーであるザ・バイブル、ギネスにも載っている本を皆さんに一冊プレゼントしております。本日は聖書もありますし漫画もあります。よかったらこちらのお兄さんやお姉さんたち受け取っていただいて、またお家へ帰ってから読んでいただけたら嬉しいです。静岡の
静岡の皆さん、こんにちは。イエス様、あなたを愛しています。私たちもあなたを愛しています。マンガ聖書をお配りしています。よかったら受け取ってください。静岡の皆様、こんにちは。東京から参りましたゴスペルシンガーの門直樹です。北口のこの地下1階、この素敵なホールのような、ね、この場所をお借りいたしまして、皆様に今日はゴスペルを聴いていただいております。ゴスペルというのはゴッドプラススペル、つまり聖書、日本語で言うとね、ザ・バイブル、聖書にメロディーをつけた音楽、ゴスペル。天使にラブソングなんかでも有名な、まあ、あれはブラックゴスペルですけれど、まあ、ブラックもホワイトも私たちはミックスして歌っておりますけれど、皆さんのハートに響く。かつてゴスペルというのは黒人の方々が奴隷としてアフリカ大陸からアメリカに連れてこられた、物扱いされた、そして奴隷とされた、そんな悲しみを背負ったその黒人の奴隷の方々が、まあ、その悲しみのどん底から神への祈りと言ってもいいでしょう。神を助けてください。でもそれは悲壮感ではなく希望を持った、そのような祈りでした。本日皆様にそんな祈りとも言える神の愛、神の希望、そして
私たちを助けてくれる、そんな神様の愛が皆様に届きますように、そんなこと祈っております。すべてに感謝しよう、我が主、賛美と喜び持って、超えたから神褒め歌う、晴れてるや、賛美しハレルヤ、オム賛美しハレルヤ、オムハレルヤ、ハレルヤ、賛美しハレルヤ、オム賛美しハレルヤ、オムハレルヤ、すべてに感謝しよう、御霊は足を踊らせ、
23年前この地上に私たちを救うために来られた人となった神イエス・キリスト、この方は33歳で十字架にかかる前に鞭を受けられたんですよ。鞭打ち、本日6月7日鞭打ちの日、そのような日にジーザス私たちのために死なれ、そして鞭打たれ、私たちの悲しみ痛みを取り去ってくれるお方がいる。皆さん、あなたは幸せになるために生まれた人です。本日その幸せを皆さんに受け取ってもらいたい。もうすでに幸せな方々はもっともっと大きな幸せを受け取っていただきたいと思っております。心の
静岡の皆さん、こんにちは。東京から参りましたゴスペルシンガーの門直樹です。皆さんにゴスペル、聖書にメロディーをつけた音楽、あなたのハートの隙間にきっとあなたがずっと探し求めていた愛がここにある、あなたにお伝えしたいと思っております。ずっと探し求めていたそんな愛、その愛は恋人の中に、親子の家族の関係の中に、人間関係の中にあるといいんだけれど、あるかと思ったら逃げてきてしまう幸せの青い鳥のように。でも皆さん、私たちがずっと探し求めていた愛がここにある。ザ・バイブル聖書を語ります。2023年前、私たちを愛し、私たちを救い出すためにイエス・キリストがこの地上に生まれた、クリスマスの出来事、そしてキリストは十字架にかかって死なれ、死んだ後墓に葬られ、3日目によみがえった。皆さん、このキリストの愛が私たちを救う愛なのです。そしてあなたが探し求めていた愛がここにあります。ジーザス・ランスよ、To Japan, この愛する主イエスキリスト。 Jesus to Japan, この国救いにやってきた。傷ついた両手を広げ、静岡の皆さん、こんにちは。
ペルセガの片田明です。あなたのハートに幸せになるため生まれ、愛されるため生まれたため送りたい。 Jesus to Japan、 この国を治癒、主イエスキリスト。 Jesus to Japan、力と愛で喜び勝利を掴む。壊されたやめる世界を見つめて進む。このキスの愛で今ここに迫る。このキリストの愛を今ここに迫られ、神の御業に生きる。
尽くしに行くか。静岡の皆さん、こんにちは。ゴスペルシンガーの加藤直樹です。東京から参りました。ゴスペルをあなたのハートに。あなたは愛されている。あなたは幸せになるために生まれた人。永遠の愛に一つの命が生まれる。静岡のこの地下広場を紹介して本日皆様にゴスペルのライブをさせていただいております。新型コロナもいよいよ収束が近づいて、まだまだマスクを外せない方々もいらっしゃいますけど、でも一時期のパンデミックが終了したというのは本当に私たちにとって、あの当時新型コロナのパンデミックがあったような、しかし目に見えないけれどイエス・キリストの愛のパンデミックが、またパンデミックか。皆さん、このキリストの愛のパンデミックはあなたを救い、あなたを幸せにします。一つの
一人をくださったほどにこの世を愛しておられる。皆さん、これはクリスマスの出来事のことを言っているんです。神は一人をくださったイエス・キリスト、その方が私たちを愛し、私たちを救うために十字架にかかって死なれた。皆さん、この方を信じるだけで救われるというニュースが聖書のグッドニュースなのです。一人が神様によって作られた。東西から北も南までも世界の果てまで愛を届けよう。 We are one。We are one。 キリストの愛で We are one。 We are one。 一つの家族。
ってみてくださいね。はい、ありがとう。さあ、皆様にゴスペルとまたザ・バイブル聖書プレゼントしています。あなただけが我らの神、あなただけが救い主、主よ私があなたのもの、主は私のすべて、主よ私があなたのもの、主は私のすべて、あなただけが我らの神、あなただけが救い主、主よ私があなたのもの、主は私のすべて、主よ私あなたのもの、主は私のすべて。我らの主に向かって新しい歌を歌う、喜びの声を上げよう、主は我らの勝利。我らの主に向かって新しい歌を歌う、喜びの声を上げよう、主は頼れるのは我らの主に向かって、イエスは主、この賛美を手を振り叩いよう、イエスは王、イエスは王、この賛美を手を振り叩いよう。我らの主に向かって新しい歌を歌う、喜びの声を上げよう、主は我らの勝利。我らの主に向かって新しい歌を歌う、喜びの声を上げよう、主は頼れるのかな。イエスは主、イエスは主、この賛美も手を振り叩えよう、イエスは王、イエスは王、この賛美も手を振り叩えよう。静岡の皆さん、こんにちは。蘇ったイエス・キリスト、この方の愛を、あなたがもし受け取ってくださるなら、あなたも天国に行くことができます。イエス・キリストは語りました。私はよみがえりであり命です。私を信じる者は死んでも生きる。こんにちは。小学生の君たちにも、もしよかったらね、こんにちは。元気だね。僕たちにも声を上げてます。よかった、欲しい人いたら手を上げてください。はいはい、欲しい人いたら手を上げて先生すいませんね、ちょっと差し上げます。はいはい、僕たち上げます。Thank you.
私は蘇りです、命です。ジーザスは私たちを引き上げてくださるお方です。ありがとうございます。私の心の悲しみが疲れて傷ついても静かに「ここに来てくださるまで」「主よそばにいてください」「私は強くなれる」静岡の皆さん、こんにちは。ゴスペルシンガーの門直樹です。本日皆様にゴスペルという歌を通してジーザスの愛をお知らせしております。どうぞあなたの人生の中にその喜びが満ちますように心から祈っております。卒業の写真
されて変わってゆく私もあなたの時々遠くに誓って避けてた
Thank you.
そびえる山に登り、谷間の流れの声に、まことの光を送る。我が魂いざたたえ、真理はあなた方を自由にする。ジーザスを信じると自由になり、救われ天国に行くことができる。You keep coming。
静岡の皆さん、神にはあなた方を自由にする。鳥に翼があるように、あなたのハートに自由が、喜びが、こんにちは、お元気ですか？笑顔が素敵ですね。よかったら、小冊子配ってますので、よかったらもらってください。イエスは勝利をもらえた十字架の上で、イエスは勝利をもらえた十字架の上で、静岡の皆さん、こんばんは、こんにちは、こんばんはみたいですね。こんにちは。皆さん、東京から歌いに来ました、ゴスペルシンガーの加藤直樹です。素敵な静岡の仲間たちと今日は小冊子、書籍を無料でプレゼントし、そしてあなたの人生に必ず役に立つ、そんな小冊子をプレゼントしています。よかったらお持ちください。そしてあなたの人生の中で素敵な出会い、一期一会を発見してもらいたいと思います。Yeah.
一人しかいないから」私は道であり、真理であり、命であり、この道、いつか来た道。イエス・キリストは私たちを救うためにこの地上に生まれてきました。セミナーの神直樹です。皆さんにその人生の中でぜひぜひ幸せを、今幸せな方はもっと幸せを受け取ってもらいたいと思っております。あなたは愛されています。
イエス・キリストを信じる人は心の底から命の水が湧き出る。皆さん、その命、永遠の命持っていますか？信じるだけで与えられます。ここに命の水が溢れ流れる。罪も汚れもあらゆる清められる。罪を許し救いたの。
とね、後で読んでみてね。読めるかな。イエスは主、ハレルヤ。イエスは主、ハレルヤ。イエスは。どこだけ知ってる？イエスは主、ハレルヤ。イエスは主、ハレルヤ。イエスは主、ハレルヤ。はい、ありがとう。こちらこそ、じゃあ、なんか、グータッチを。はい、ありがとう。バイバイ。また会うね。また会いましょう。うん、ありがとう。どういう時間？そうそう。でも大丈夫だよ。映る映る。いい顔だ、いい顔。あっちは、うん、もう学校終わったんでしょ。うん、そっかそっか。じゃあ、いっぱい遊んでね。静岡駅に行く。うん、あ、ここ、あ、そうか、静岡駅ね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。また、またね、また聞いてね。あ、本日、小冊子が、一応なくなったら終わりなんですけれど、皆さん、もう今日はたくさんの方々にこちらの提供している本がもらっていただきましたので、もうあと数えるぐらいしかありません。ありがとうございます。読んでみてください。コスプレセミナーの神奈川です。東京から参りました。本日このような出会いがあったこと、心から嬉しく思っております。そういえば小学生の時にアンパンマンの歌があったな。Thank you.
みんなの夢守るため本日皆様にゴスペルとまた小冊子のプレゼントをしております。よかったら受け取っていただき読んでみてください。誰も見たことのないことが今この地に残る。誰も来たことのないことが今残る。祈りが聞かれている叫び続けよう。主のいらざを伝えよう。あらの庭道を荒れ地にはかまわう新しい今静岡に起こる。静岡の皆さんこんにちは。小冊子プレゼントしています。よかったら受け取ってください。もう本日の活動まもなく終了の時間が近づいてまいりました。あなたの人生にジーザスの愛を。あなたは愛されている。幸せになるために生まれた人です。 Jesus to Japan、 この国に対する主イエスキリスト。 Jesus to Japan、 この国救いにやってきた。傷ついた両手を広げ、哀れに涙を流す。壊された病める世界の熱せせせせせる。このキリストの愛迫られ、神の言葉を心に刻む。このキリストの愛今心迫られ、神を言わずに生きる。静岡の皆さんこんにちは。ゴスペルシンガーの金田明です。東京から来て今日歌っております。よかったら聴いてってください。 Jesus to Japan、 この国を知る主イエスキリスト。 Jesus to Japan、 世界の救いにやってきた。精霊の力と愛で喜び勝利をつかむ。壊されたやめる世界を見つめて進む。このキリストの愛心迫られ、神の言葉を心に刻む。このキリストの愛今心迫られ、神の御業に生きる。
すごかったですよ、これは。もう、なかなかですね。
よかった。